探査機ドーンを乗せて、ケープカナベラルから打ち上げられる、デルタ2ロケット使い捨て型ロケットは、一度のみしか、実施用できない打ち上げ、ロケットシステムのことである。2021年現在、スペースシャトルと運用中のスペース X のファルコン9ファルコンヘビーを除き、使い捨て型となっている。より有効な水力活用のため、 死化重の問題を最小とするために宇宙開発の初期よりほぼすべてのロケットシステムは多段式の使い捨て型ロケットであった。大気圏再突入や機器の再整備の問題もあり再利用はほぼ帰り見られてこなかった。使い捨ての概念が注目されるようになったのは宇宙開発のコストが着目されるようになってからである。高価なロケットシステムを再利用し、 トータルコストを低減できるとの最小型宇宙王冠機のアイデアが発想され、それとの対比によりエルブと呼称されるようになった。エルブは決して旧式となったものではなく、長期の技術開発により信頼性が高く、コストもある程度抑えられていることと、RLV が技術的困難により開発がはかどっておらず、再整備費用がかかり必ずしも、 低コストになるとは限らないと思われていることにより、21世紀初頭の段階でも人工衛星打ち上げなどの主要手段となっている。1980年3月26日、欧州宇宙機関とフランス国立宇宙研究センターは世界初の商業衛星打ち上げ会社であるアリアンスペースを設立した。アリアンスペース社はアリアンシリーズの製造、運用、 販売を行う。1995年にはアリアンスペースは100機目の衛星の打ち上げを達成し、1997年には100機目のアリアンロケットの打ち上げが達成された。アリアンスペースにはヨーロッパの異なる10カ国の科学、技術、金融、政治の各分野から23の出資者がいる。 主要株主の CNES は34.68%の資本を所有する。スペースシャトル計画の開始から1986年のチャレンジャー号爆発事故までアメリカ合衆国の政策は NASA がアメリカの打ち上げ能力を世界市場に供給するという方針だった。当初は NASA は長期間運用による限界費用から算出した料金で 商業市場の打ち上げを受け負っていた。1984年10月30日、合衆国大統領のロナルド・レーガンは商業、打ち上げ法に署名した。これにより、アメリカの産業界は民間の使い捨てロケットの運用が可能になった。この法律に署名する前は合衆国のすべての商業衛星の打ち上げは NASA のスペースシャトルによって制限されていた。 1990年11月5日、大統領のジョージ・ブッシュは打ち上げサービス購入法に署名した。この法律により、初期のスペースシャトルによる独占は完全に逆転し、NASA はこのようなサービスが活動の過程で必要とされるときはいつでも商業の打ち上げ業者から購入することを命じられた。ロシア政府は RSC エネルギーを1994年に 民営化して株式の一部を投資家に売却した。エネルギアとクルニチェフは共にロシアの有人宇宙飛行の大半を構成してきた。1997年、ロシア政府は株式の売却により筆頭株主の座から降りた。1996年、アメリカ政府はロッキード・マーティンとボーイングは宇宙へのアクセスを 保証するためにそれぞれ発展型使い捨てステロケットの開発に選定した。政府の戦略は、両方のロケットの商業化を強力に推し進めることによって調達費用を下げることだった。市場における需要は期待したほどではなかったが、デルタ4とアトラス V の両方のイルブは運用中である。1995年以来クルニチフのプロトンロケットは、 インターナショナルローンチサービスを通じて、ソユーズロケットは、スターセムから販売される。エネルギアは、ソユーズロケットを製造し、ウクライナのシーローンチ計画の一部を所有する。ただし、シーローンチは2009年に経営破綻している。2003年、アリアンスペースは、ボーイングローンチサービスーズと、三菱重工業とローンチサービスアライアンスの、設立に参加した。 2005年商業的な要請の弱いイルブの打ち上げを行うロッキード・マーティンとボーイングはアメリカ合衆国政府の打ち上げ市場を独占するためにユナイテッド・ローンチ・アライアンスと称する合弁会社を設立した現在多くの商業打ち上げ会社が衛星打ち上げサービスを提供し世界中の衛星会社や政府の宇宙機関へ売り込んでいる2005年には 計18回の商業打ち上げと37回の非商業打ち上げがあったロシアは44%の商業打ち上げを行いヨーロッパは28%でアメリカは6%だった アリアンスペースハットアリアンスペースハット http コロンスラッシュスラッシュ www.cbo.gov スラッシュ ftpdocs スラッシュ 59xx スラッシュ doc5935 スラッシュ doc24c-entire.pdf ハットステートメントオンサイニングザコマーシャルスペースローンチアクトハットスペース フロンティアファンデーション、アドバンシングニュースペース、チャンピオニング、アイディアズフォーオープニングザスペースフロンティアツー、ヒューマンセトルメントアズラピドリーアズポッシブル、ハットボーイング、ロッキードマーチンツ2ホームローンサービス、ジョイントベンチャースペースアーフ、ユアスペースレファレンス、ハットオフィスオブコマーシャルスペーストランスポーテーション、ありがとうございます。